お疲れ様です。ラットです。今日はですね、もうマルチの方やっていきたいと思いますね。で、まあ、今アップデート終わった後で動画を今日中に上げたいんで、ちょっと急ぎなんですけど、負けるまで、はい、マルチをやりたいと思いますね。負けるまで。なんで、まあ、もう4分動画の可能性もありますし、まあ、30分ぐらい行く可能性も、まあ、ないことはないですね、多分。さすがに30きついけど。まあまあ、で、まあ、やっちゃったんですよ。トロフィー、やっちゃったというか、落ちちゃったんですね。6479で65リーチで、まあ、今200ぐらい落ちちゃったんですけど、まあこれですね、自分のまあお気に入りのデッキなんで、はい、これでいきたいと思います。いやー、マジ一戦とかで終わるのはマジ嫌ですね、やっぱり。本当になんでちゃちゃっと勝っていきたいですね。ふうし、でまあ、ギャリともマッチング長いんですよね。マッチングが長い。そう、アップデーのこともなんか適当に話すか。アップデー、なんだろう。全然知らないけど、今なんか新チャレンジが来てるのと、そう、なんかカードを40倍。あれ、人によって違うらしいんですよね。だから、俺、デッキ選ぶ40枚。まあ、各自決められてるんですけど、自分のね。だから自分ファイボーとかライトニングスペル1個もないのに敵で三次士出てきたんだけどみたいな、まあ、ことはありえますよね。かわいそうですけど、そういうこともありますよね。逆に俺対空のカードコウモリしかなかったのに敵ラファルだったんだけどみたいな。最悪。まあさすがにないと思うけど、まあ、そんな感じのこともありえないことはないんで、まあ、デッキ組むのも難しいですし、まあ、かつ結構相性とかも絡んでくるんじゃないかなと思いますね。さすがに、なんかカード40枚、まあ、楽しみですけどね。そのチャレンジの動画も出したらいいかなと思いますね。まあどうせ焼き鳥が新チャレンジ負けるまで終わりませんみたいな動画100出すんで、先読みの術ですね、先読み。待って、ちょっと。動画がじゃなくて、マッチング鬼長いんだけど。そんなことある？めちゃくちゃ上行くと、マッチングしないのはありますけど。さすがに。さすがにやね、これ。ちょっと待って。事故ってね、なんでマッチングすんの？みんな新チャレンジやってるとか、みんな新チャレンジで忙しくて、もうマルチはやんない的なやつかな。あー、それは困りますね。まあいいか。まあいいや。はい。で、あとはアップで、新カードだ。新カードのウォールブレイカー。まあ、クラクラやってた人はわかると思うんですけど、まあ僕も一応クラクラやってたんで、わかるんですけど、まあ自分から突っ込んでいって、多分建物、施設かな、ターゲット施設とかだと思うんで、まあ、大砲とか置いてあれば大砲に多分行く。いや、わかんない。それはわかんない。タワーもだけ行くのかもしんないし、何もわかんないんですけど、まだ。そう、まあ、自分からタワーの方に突っ込んでいって、タワーに当たると、まあ、爆発してダメージ与えるみたいな。まあ、3コスで2体いたかな。でも、ロリババで完封されてたんで、まあ、使い方がちょっと難しいかもしれないですね。はい。で、あとは、なんだろう。レジェンドアリーナが4000くらいだったとか、かな。やばいっすね。ほんとやばい。ちょいと。え、マジでこれ雑談動画やん、マジで。ちょいと、鼻を噛む。ああ、鼻水がですね、やばいっすよ。風。まあ、ただの風だと思うんですけど。ああ、待ってよ、マッチングゴリラギーよ。ふざけんなよ。やばい。やばくね？おいよ、動画出せれんやん、これ。これあれだな。12、3分ぐらいの動画出して、あ、ラット4000ぐらいじゃ4連勝ぐらいしたんだなって、みんな見るじゃないですか。あれ？あれ？なかなかバトルせんやんって。実は1戦目で負けてました、みたいな。それだけは嫌だ。それだけは嫌だけど、全然あるな。全然ありえなくはないな。なんだこれ。なんだこれ、マジで。でも、マッチングしなくてもらう動画を出す。もう毎日トークもやってるから12時までに
動画を出したい。今何時だろう、10時何分とか。早くしてくれよ、やばくね。なんかマッチングし、お、来たー。マッチングしなくなったのかと思った。相手の人の引く、よろしくよろしく。まあ美味しくいただかせてもらいますね。ですね、なんだろうな、なんだろう、初手言うの安牌なんで、マジで。これロリババ来てもロリババ間に合わない事件簿で言うの、三子かフリポイ神器か二択、三子かフリポイ神器か二択、どっちですかあなたは。あ、これやばい、フリポイ神器だったらフリーズとポイズンで美味しくいただかれるけど、まあこれは三十子でしょう、まあ僕のと信じて三十子ですね。美味しい、これも小銃馬出してフリーズして終わりですね。でもフリーズするコストが際だけど、いきます。これはやばい、やばいけどフリーズ OP ゲーミングです。フリーズで全てを変えます。てかまあ誘導かなんか来るか、まあもうちょいマスケ長、そうこれ殴ってほしいんで、よいしょ、いいですね、いいロリで、いいロリで、これ誘導だけだけで、相手ザップドロリババツースペツースペ三子っすね。ハンターあったっけ、いやガゴムレっすね、多分ガゴムレ。なるほど。でこれコアムリどうせザップ打たれるけど、まあまあ出さないのはもったいない。あれ回ってないとか、まあ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 、今いいリードですね、けどいいリードなんですけど、古城馬場ガゴブレされちゃうと逆サイ落とされちゃうゲーミングなんですよ。だからしかも馬場が置いた瞬間に古城ガゴブレされちゃうと馬場がもう壊されてやばいんで、まあエリポン置くのを待ってからの怖いですね。でまあ前に置いたら取って逆サイ行かれて、どうせ古城馬場外インされて壊されちゃうんで、これはこれ固めますね。よいしょ、で相手が固めてくれた取って、多分でもロリババザップで回してロリババで一気に全部持ってかれちゃうかもしれない。うまいと、まあでもフリーズしてオッケー、いいいいタイミングで、これロリババもやってターゲットちゃんと確保して、え待って、俺のホバリングは空飛んでちゃんと、ちょっとやばい、いやこれ言うのがもう一発、いいいいですね、いい流れですね。なんだかんだでもう一回声を置きますね。で小島馬場ガゴムレされてもホバリングからのフリーズでねちゃんと守れるんで、でこれあれだな、今の瞬間にこう攻めたらちょうど多分今9コスぐらい溜まるんですよ。これ30子、あ30子来ると思ったけど、30子来てもその瞬間にこの攻めてフリーズで固めたら終わりなんでね、まあ、今のはまあ別に結局あれっすねガゴブレが来ようか何が来ようか、フリーズでこちらままガインで終わりでしたね。よし、やっと一勝、やっと一勝、多分10分ぐらい、10分は経ってないかな、6、7分ぐらいかな、6、7分、やっと一勝、やばいですね。マッチングは鬼、まあ負けるまでなんで、これもう無限に勝っちゃったら今日の動画は出せないまであるんですけど、さすがにないんでね。よいしょ、マッチング早よ、マッチング早よ、マッチング早よ、やばいですねマジで。これ負けてる時だとマジでカリカリしますから、マジでマジでカリカリしてやっと来たとか思ったらめちゃくちゃトロしたですっごい煽られて負けて40個吸われてみたいな、鬼カリカリしますけど、ああでも言うて、まあ言うてなんか僕は言うほどカリカリはしない方だと思うんで、まあいいですね、まあ負けてもまあいいやって、結局まあいいやってなりますね。まあいいや、まあいいや、最強っすから、まあいいや、マジで心の中でまあいいやと思えば終わりっすね。なんでもはい、マッチングしてくれ、これマッチングしない方の方が負けるよりちょっとカリカリしますね。やばくない、やばくない、だってもうこれでもう自己動画まであるよね。なんで10分動画なのに1試合しかしてないのってなっちゃうでしょう。よろしく。さあどうしようかな、まあ初手言うの安牌ですね。
こそ銃鳴ると同時にショット誘導。ランバ、いやこれはババカを言ったら逆サイバルーンで怖いからロリババで防衛。いやわかんないな、わかんないけどババカ起きたいけど起きたくない。いやこれ奥、あはー出たー、ラバティガイだ、ラバティガイじゃない、あのバルーンとかあれのギガがないやつ。ちょっとあの風邪ひいてて鼻がちょっとやばいんで、ちょっとティッシュで。でこれラバー合わせられますね。まあ鼻かむ余裕ぐらいなら余裕でありますね。これファイバーかポイズンかがすごい大事。これ多分ベビーは大丈夫で、これしかも小城場までターゲットってコウモリ。オッケー。これで相手は何で防衛する？いや、これは相手甘えた。これだってポイズンとかで防衛しないと、これでオーバー終わり。オーバー終わり、グッドゲーム。イージーですね。まあ、ビードラサイト取って。あれ？俺の終わりがどっか行った。俺のでもないけど、まあでここで本当はメガ動きされるからコウモリ出したいんだけど、小城ババでコウモリやれたら最高だったんだけど。あーなるほどね。こっちはホバリング厄介なんで回します。でまあ墓石で受けられるけど、このコウモリが働くで、こっちにランバー、あー魚いか。いやけどこれユーノ出したらユーノが突進してからの突進、これ相手陣地にユニットが残ってる時に出すユーノによって、突進によってねちょっと加速させる。相手ですね、ヤリゴブとか1体とかも意外といいです。スケルトンとかヤリゴブが1体意外と相手陣地に残ってる時にやるだけで突進でねパパってやってくれるんでね、ユーノちゃんが意外とありですね。これですね、問題は。これをどう陰キャするか。頑張って陰キャしたいんですけど、むずいですね。これランバーは邪魔なんで逆サイやる。これなんかラッキー。これマジでラッキー。これ一応三死出す。で、最悪フリーズ防衛したいんだけど、いや、間に合わない。いや、間に合う。ホバリングやめて。ホバリングだけを処理してくれ。おい、マスケッティや。マスケッティや。違うよ。ちょっとやばいな。これちょっとやばいな。今のだって、守れてたら勝ってたからな。やばいですね。ちょいやば。メガゴサイだからホバリング出せますね。来てもホバリングなんで、それこそ無理で、イチャイチャして、これで延命して、これで延命して、OK。相手は対空がちょっときつくなってくる。はい。で、そろそろ対空回るでしょ。まあまあですね。まあまあなんだけど、どう攻めるかっていう。でもここで墓石壊れちゃったんで、惜しい。まあ、マスケッティはどっか行くでしょ。ババコア展開。まあ右に出してもいいんだけど、まあどっちもいいかなっていう。これ左ホバリングで、これワンチャン多分延命できるでしょ。ああ、マスケッティやどっか行った。いや、いいよ。いい攻め。あのベビーだるいっす。あのベビーちょい厄介なんで。でもまあ、一応左にマスキにですね。これで攻めて、フリーズいらないか。これでも、ちょいやばめ？さては気づいた。いや、言うてな。これ別にコウモリあるし、コウモリゲーミングで延命するでしょ？でしたら自然に右側が攻められる。オッケー。でも一回待ちますね、これ。じゃあ相手のホバリング厄介なんで。そろそろ鼻噛みたくなってきたな。いや、これマスキッティア生きてるから、言うのでターゲット取ったら、キングがちょっと狙えるでしょ。こんな感じでキングも地味にね、狙っていきます。両サイ狙うと相手は絶対苦しいんで。では、このベビー処理で、これロリババを出して一発 OK。 相手はこのダメージすら入れたくないから、でこれ言うので延命するでしょ。 OK、 いいよ。でこれ小城ババ出して勝ち。お GG でした。よし、いいですね。ちょいと鼻がやばいんで、ちょっと遠く行ってきます。
はい、動画編集しろ、カットしろってなるんですけどね。はい、ちゃんと行きます。もうあのカットしてるのが似合わないんで、動画出すのマッチングがダメですね。結局今のラマは、まあなんだろうな、なんだろう、本当に1個取られないのが理想なんだけど、まあ取られた後もしっかり攻めるのが大事ですね。相手に形を作られちゃうと、どうしてもこっちが対空少なくて、結構3次出しても押されちゃうんでね。まあ、あんな感じで結構左右に有能だったりで振るといい感じになりますね。ってことで、アナザーですね。アナザーです。アナザー。アナザーな。俺デッキ知ってんだよな。プリンスハイスイズベビドラ墓石のスケラみたいなの使ってんすよね。知ってるんだよな。知ってるんだよな。で、有能出しちゃうと、相手の小嬢ババ受けれなくなっちゃうんですよ。で、ロリババ出しちゃうと、相手のスケラの処理ができなくなっちゃうんですよ。で、ホバリング出しちゃうと、4コスで咳すぎでカウントいけちゃうんですよ。で、フリーズは、論外。初手が積んでるけど。まあ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 。初手言うのしたいけどな。やりたいけどな。プリンス受けされたら、マジで終わりなんですよね。いや、違う。あれ？いや、アイスイザーグルプリンス。え、違う。で、着替え取るやないかい。これ三子っぽいですね。アイゴレ。いや、でも、対空ガゴと三重子しかないから、多分この人。多分ね。ここで攻めて、フリーズ防衛来る予想の遅れてコウモリで、OK、やばい。うわぁ、優秀それは。うわぁ、これアイゴレとかもあるから。工場？いや、いいよ。いい刺さり、オッケー。いい刺さり。いや、ワンチャンフリーズ。いやー、やんちゃだ。で、これホバリングで、イチャイチャするでしょ、また。さすがにこの攻め振りはないと思うんですけど。エリポン置かない、多分エリポン置かないですね。てか、これはどうせ、相手からしたら防止しないといけないから、流して、なるほどね。まあ、これちょっと、防衛でババコヤですね。で、ババコヤを、前に出してもいいんだけど、結局三重子相手だと逆再工場されたり、前すぎたら、一気にやられちゃうから、端前三子でね。むずいんですよね、ババカの置く位置が。僕もまだはっきり分かってないくて。これですね。お互いにフリーズ持ってるから、ちょっとやばい。まあでも、まあまあでもどうせこれはまあまあやばいのかな。よくわかんないですね。ちょっと絵がわかんない。いろんなことが起きすぎてよくわかんないですね。でも俺のなんか30しか強い。っていうことだけはわかった。あ、これやばい。これは甘い。これは甘いなんですよ。この瞬間に逆サイに、おぼねえ逆サイに攻められたって言ったら終わってましたけど、これは勝ちましたね、多分。これでもフリーズして終わり。あ、でもあれだ。フリーズあるわ。あなたも。同じだ。同じやんけ。もうすごい絵ですね、もう。何がどうなってんのっていう。これフリーズしたら、奇跡的に。あー、いい防衛。やばい、これはやばいですね。エリポン分の後捉えて、逆サイはロリババだけで許容したいんですけど、これフリーズどうせ打たれちゃうんで、逆サイホバも大事ですね。で、言うのも一応置いときますね。で、コウモリも出して、OK、これ頑張って防衛しないと。待って、え？待って、アナザー、俺の、あー、アナザー、俺の動画が終わった。アナザーグッドゲーム。はい、ということで、もう負けるまでだね、負けたんでおります。お疲れ様でした。